坂道ダッシュが地獄だというのを聞いてたんですけども、あの今回取材したところ以外にどういったところがあるんですか。あの近辺に6、7カ所ありますね。結構ありますね。あります。おっしゃってたのはすごい長いコースとか、はい、どういう違いがあるんですか。選手を刺激、同じ刺激に慣れさせないためにあるんですけど、中にはですね、今日の傾斜は相当きついと思うんですけど、うんうん、で横浜の中で第3位ぐらいのね、坂道なんかよく使うんですよ。まあそういう坂マニア、なんか坂をね自転車で登ったりするマニアの人たちも多くて、その中では一番ってランク付けられているところなんかを比嘉とかそういう選手たちで走らせたりするんですけど、傾斜がね傾斜 30% 以上ある、まあ、相当の坂でね、ここで長さがかなりあって、まあ僕が主に使うのは上りが多いんですけど、上りっていうのは、まあ心肺機能も平地より全然使えますし、故障が少ないんですよ。足へのね衝撃っていうのが少なくて、まあ登っていきますから、逆にね下りが一番故障しやすいんです。なるほど。接地の時の衝撃が強いんで、で上りは非常に故障しにくい上に負荷が強いので、筋力とか心肺機能とか そういうのもより高い負荷かけられるんでね、上りをよく使います。はい。で今回その江藤さんの方が久しぶりに、引退してから練習に参加されたということなんですけれども、どうなんでしょう、そのやはり長くやっていないとやっぱりこううまく走れないというか、やっぱすぐ疲れてしまうというか、当然そうですね、はい、逆にやってないのに今日ぐらいできたの大したもんだなとは思うんですけど、2本目からやっぱりもう登る速度が歩きに近い寄りのスピードにやっぱり落ちちゃうのは、それはしょうがなくて、レギュラーでやってる選手でさえね、2本目と1本目でガタってタイムが違うのはもういるぐらいなんでね、やっぱりさすがの身体能力なのとは思いますね。やっぱり逆に言うと、ああいったトレーニングをサボってしまうと試合中どういった悪影響が出るんでしょう。まずね、サボる、抜く、それってのはやっぱり一番ね精神的に影響が出ますよね。だからきついところで片目に分かんなくても、本人が、あ、ここちょっと休んじゃおうとか、そこが試合で分かれたりしますからね。割と坂道のトレーニング、階段のトレーニングっていうのは、メンタルの要素っていうのはかなり強いと思いますよ。だからあれ見ただけで、心折れるやつは折れますから、あの傾斜を見ただけで、確かにすごい、しちゃう気がする。じゃあ、心肺機能とともにメンタルのトレーニングであると、の要素もすごく大きいと思いますね。わかりました。浜田さん。いや、めっちゃ。